開戦当時の世界の勢力地図、第二次世界大戦の年表、第二次世界大戦の年表、第二次世界大戦の年表は、第二次世界大戦の1939年における経過の年表である。重要度を考慮し、国名、重要地名、重要人物及び重要事件等は書質のみ、太字で非常に重大な事件は、太字かつ大きなテキストで表記する。 第二次世界大戦は、ナチスドイツの独裁者、ヒトラ総統のポーランド侵攻から始まった、ポーランド国境のゲートを押し通るドイツ兵、ポーランド領内を進軍するドイツ軍の戦車部隊、ワルシャワを無差別爆撃する、ハインケル AG-111 無差別爆撃で、殺害された姉に泣きすがる、少女独ソ領軍による、ポーランド侵攻及び分割の経過。黒ドイツ軍、赤は、 ソビエト連邦軍ポーランド分割の境界線で握手する独ソ両軍の商工独ソのポーランド分割及び周辺地図もう一人の独裁者ソ連のスターリン書記長もまた東側からヨーロッパへの侵略を進めるドイツ及びソビエト連邦によるヨーロッパの分割支配北からエストニアラトビアリトアニアが各地区の場となるバルト三国ドイツ海軍の潜水艦 U ボート上に 苦しむワルシャーのユダヤ人ゲットーの子供。ナチスドイツのユダヤ人差別政策は急速に過激化していく豪雪の中、侵攻するソ連軍を迎え撃つフィンランド兵、ラーテ、林道の戦いに勝利後、露獲したソ連軍の戦車 T-26 を点検するフィンランド兵冬戦争にて、侵攻するソ連軍及び、それを迎撃するフィンランド軍の略図。ありがとうございます。